稲城市からのお知らせです。この番組では稲城市の魅力や注目情報をお知らせします。今回は寒い冬を元気に過ごすため目的に合わせて使用できる運動施設などをご紹介します。まずは自分のペースで体を動かしたい方、さまざまなスポーツを楽しみたい方に総合体育館をご紹介します。総合体育館ではアリーナや武道場などを個人団体向けに開放しています。広く整備された施設でさまざまなスポーツを楽しむことができます。昨年には新しくクライミングウォールが設置され、ボルダリング教室も行っています。この他にも運動マシンを完備したトレーニングルームもあります。冬場は気持ちも体も縮こまりがちですが、そんな季節でも稲城市総合体育館ではご自身のペースで体を動かせるスポーツ教室や卓球、バドミントン、稲城市発祥のスポーツであるフリーバウンドボール、筋トレを楽しんでいただけるトレーニングルームなど、さまざまなニーズに対応できるメニューを用意している施設です。皆様のご利用をお待ちしております。続いて、自分一人ではなかなか運動が継続できないと感じる方へ、オーエンス健康プラザの運動サポートプログラムをご紹介します。運動サポートプログラムは健康運動指導士が健康診断やロコモドテストの結果からその人に合った運動プログラムを作成します。そして作成した運動プログラムをもとにトレーナーが運動指導を行い、3ヶ月後に効果測定を行います。コロナ禍で運動が中断してしまっている方、自粛生活によって持病が増悪したり足腰が弱くなったりで不安を抱えている方が一歩踏み出して運動を始めるきっかけとして、このプログラムをぜひご利用ください。最後に、年齢を重ねてもいつまでも元気でいたいという方へ、介護予防体操教室をご紹介します。この教室では健康運動指導士を講師に招き、柔軟体操や筋力トレーニング、脳のトレーニングを行っています。いや、実際やってやっぱり体がもう熱く、1時間ちょっとですね、もう熱くなって帰りはホカホカした感じで帰るというような感じですね。非常にパワーアップしてると思ってます。稲城市の介護予防体操教室はこちらの教室のほか、スポーツクラブからライブ配信してご自宅で参加できる、オンライン教室なども実施しておりますので、ぜひ皆様ご参加ください。稲城市からのお知らせでした。